異説上飴は、五乳光獣は更新獣下綱の一上飴。異説類、原生成獣類の四つの単系統群の一つである。異説類の起源は、約1億300万年前の中世代白亜紀前期に遡る。この時代、パンゲア大陸が分裂し、ついでゴンドワナ大陸も東西に分裂した。その際に、南アメリカ大陸が誕生しているが、 その時南アメリカ大陸に生息していた魔獣類が一節類の祖とされる。その後、ケーピコグラム境界を生き延びた哺乳類は大量絶滅によってできた生態系の空白に進出し適応放散を開始する。同時期に一節類と共に南アメリカ大陸に生息していた哺乳類は白紀後期に北アメリカ大陸から渡ってきた。 有体類及び祖先的な夕日梅類、カフシメであった。第3期の間に遺説類は大まかに二つの系統に分かれている。装甲で身を固めた、ヒコウとナマケモノ、アリクイなどの有毛目である。ヒコウメアルマジロカは、新生代、赤月新生から化石記録が知られている。また、その島妹群のグリプトドンカは、死神予に現れている。一方、 有毛目はやや遅れて、全身魚に怠け者、中心魚にアリクイが現れている。飛行目は走行を発達させたグループであるが、特にクリプトドンカは重走行であった。こうした適応は、おそらくボルヒエナやティラコスミルスのような有体類の捕食者に対抗するためであろうと推測される。このグループは、中心魚までは比較的小型であったが、 それ以降の時代に著しい大型化を見せている。パナマ地境が形成され、北アメリカ大陸から多数の魔獣類が南化してきた時代であるが、これらと十分に対抗できたグループであると言える。多くの南アメリカ特有の哺乳類が数を減らしていく中、クリプトドン科はアルマジロ科、オポッサムなどと共に北アメリカへの進出も果たしている。彼らは更新よ。 地球の寒冷化と共に衰退、絶滅した。もう一方のアルマジロ化も比較的成功したグループである。現在20ほどの種が存在しており、北アメリカ大陸においても現在進行型で分布を広げつつある。一方の有毛目もさらに二つの系統に分けられる。ナマケモノアモクとアリクイアモクである。ナマケモノアモクには原生の樹状性のものと、 絶滅した大型の地上性のものが存在する。地上性のものは全身予行期から更新予行期に反映し、80を超える多様な属が存在した。このグループは後進予末に絶滅しているが、パタゴニアにおいて人が食べたとおぼしきミロドンの骨が出土している。これは地上性なまけものの絶滅に人が関わっていた可能性を示唆している。一方、 樹状性ナマケは、やや系統の離れた二つのグループが残存しているが、これらの進化を示す化石記録は残っていない。しかし、近年、分子系統学の手法によって解析が行われた、結果、この二つの樹状性ナマケは、各々別系統の地上性ナマケと近煙であった、ことが明らかになった。これは、地上性のナマケが祖先系であり、樹状性のものは、 おのおのべっこに進化してきたということを示している。有毛目のもう一つのグループである、アリクイカは、現在2か4種が生息している。このグループは化石記録が乏しく、祖先及び進化の詳細について、分かっていることは少ない。一節類に共通する形質としては、脊椎のうち胸椎から腰椎にかけて、他の哺乳類には見られない付随的な関節が見られる。通常の哺乳類であれば、 水球に付随する前後左右1体の関節突起により、等速、微速の脊椎骨と関節している。しかし、一節類ではさらにもう1体、余分な関節が付随している。これにより、脊椎周辺の骨格の強度を高めているとされる。しかし一方、解剖学的、力学的な意義は見出しにくいとする意見もある。ともあれ、 この複雑な関節構造が異節類の語源となっている。また、骨盤の構造も他の哺乳類と異なっており、腸骨が仙骨と融合している。頭骨はいずれの系統も比較的脳箱が小さい。また、頬骨弓も不完全なものが多い。哺乳類の頸椎は通常7個であるが、ナマケでは6、9、10個など様々である。 金波類というかつての別名で表されるように、いずれも葉の耐火が著しい。このうち、アリクイは葉を完全に失っており、下顎は咀嚼器官としての機能をほぼ失っている。彼らは粘り気のある唾液で、アリや白アリを長い舌にくっつけて食べている。ナマケモノとアルマジロの葉は、エナメル質を欠いた、中上の単純な形態となっている。一節類は、 皮膚内に皮骨を形成する能力を持つ。飛行目の体は、うろこ乾板という皮膚が角質化した鎧で覆われている。そのうち、アルマジロは背面の装甲に継ぎ目があるために体を丸めることができる。が、体を完全な休憩にすることができるのは、そのうちの2種のみである。一方、絶滅群のグリプトドンカは継ぎ目がない。そのため死を折り、 腹を地面につけることで防御を固めた。また、有毛目でも、メガテリウムなどは、皮膚下に粒子状の皮骨を持っていた。皮膚締めとすることもある。その場合、アリクイ目とも言う。1990年代頃からは、異節上目とすることが多い。一節類を一目とするときは、海分類の目、アモクはそれぞれアモク下目になる。 かつて、アリクイやアルマジロと同じくシロアリやアリを主食とし、葉の退化したグループである、センザンコウや土タと共に、ヒンハメエデンタタに分類されていた。だが後に、その形態や生態の類似は修練進化によるもので、特に系統的に禁煙なわけではないことが分かったため、それぞれヒンハメから独立して、一目を成すことになった。さらに、 同様に葉の形の特徴からこのグループに含められていた化石群のパライアノドンアモク、ペイリアナドンタも、その後、むしろ仙山孔目の素形に近いグループと考えられるようになり、仙山孔目に移された。この時に、パライアノドン類以外の品馬目のグループの名前だった、セツアモクゼンハースラが格上げされて、威フシュメとなった。なお、独立した目となった。 仙山港及び土豚の行方は上位分類の項にある分類表を参照。2001年のマーフィーらによる分子系統学の結果を考慮した分類では、原生の新獣下綱は、アフリカ大陸のアフリカ獣上目、南米の遺説上目、ローラシア大陸のローラシア獣上目と、新種月上目の4つの単系統にまとめられているが、遺節類はその1つであり、 4グループの中で唯一、従来より関係等とみなされていたグループである。このうち、ローラシア獣ウアメと、新種月ウアメは禁煙であるとされ、北方誠従類というグレードにまとめられた。これらのグループは、パンゲア大陸が分かれるに従い、それぞれの大陸で独自に進化した。このため、一節類は、南アメリカジ従類と呼ばれることもあった。これらの分岐順序については、 諸説あるが、異節類とその他の原生魔獣類を合わせたエピテリアが最初に分かれたというエピテリア仮説が以前から唱えられていた。この場合、異節は目は古いタイプの有体蛮類の生き残りと考えることができる。一方で、分子系統学的解析により、アフリカ獣類が最初に分かれたという説、エクサフロプラセンタリア仮説も提唱された。また地理的状況からは、 アフリカ獣類と異説類が姉妹群であるとするアトラントゲナータ仮説も存在する。以上、三つの説が定立していたが、ライン配列の解析が行われた結果、祖先多形が存在し、その状態が解消される前に三つの系統がほぼ同時期に急激に分岐したと結論付けた。原生群は飛行目と有毛目からなり、以下の五つのトガが存在している。飛行目は、 アルマジロ、有毛目は、ナマケモノとアリクイが属している。ヒメアリクイカを、オオアリクイカに含め四カとすることもある。また、カキの絶滅群のうち、ミロドンカは、二指ナマケモノと、メガテリウムカは、ミユビナマケモノと、禁煙とする説もある。絶滅群は主要なもののみ記している。一説類はいずれも中南米に分布している。オーストラリアと、 同じく長らく孤立した島大陸であった南米では独特の動物群が発展した。その代表的なものが遺説類である。ここの帯アルマジロはすでにリオグランデ川を越えてアメリカ合衆国まで進出しており、現在も分布域を北方に広げつつある。ありがとうございます。